カラスのゴマ属コーガラプシスは黄色い花をつける一年生の総本である。日本ではカラスのゴマのみが知られる一年生の総本。茎や葉には正常毛がある。葉は五星し、傭兵がある単葉。線形の卓葉があるが早くに落ちる。花形は葉液から出て花を一個だけ生じる。花の基部には三枚の小さな包葉がある。 額は5枚で基部で融合し、花弁も5枚で色脇色。融水は10から15本が並ぶが、そのうちの5本は仮オしべで他より長く伸び、先端が曲がる。脂肪は3室でそれぞれに多数の胚脂を含む。脂肪は3室で劣化する、果てを生じる。仕様は浅く二列する。東アジアの中国、韓国、日本からのみ知られる。3種のみが知られ。 それらはいくつかの変種を含んでいる。日本からは以下の種だけが知られている。長らくシナのキカティロチーに所属させてきたが、その貴族については、確定的でなく、青ギリカスターキュリアッチとされたこともある。また、シナのキカと青ギリカの間に位置するとも言われた。この族が記載された時には、シナのキカに位置づけられた。その後、20世紀初頭に、 本属のものの外形が、ツナソ属コーカラスに近いことは認めるものの、花の構造についてはこの属よりも青ギリカのパラドンベア族や属や五ジ家属ペンタピーツの方に共通点が多いことを指摘し、このトガに移す説が提示された。さらに20世紀後半には、青ギリカのドムベアを含む属トライブドンベと近縁で、あるとの説が出された。この根拠として挙げられたのは、形態学。 解剖学から細胞学的構造にまで多岐にわたる。その後に、この属を含んでこの群全体が、青イカに所属させられることになった。分子系統の情報もこれを支持している。それによると、本属は、ドムベヤを含む赤ドンベヨイデアへのクレードに完全に、含まれる。この類を、他の青イカの群から区別する特徴としては、花を、週3カ所か単成すること、 額のように見える法要を持つこと、平らに開く花びら、使用が二列する傾向、などが挙げられている。特にない。以下、記載は、主として、佐竹ほか、P239 ウォン、ハットウォンほった、P122 ウォン。ありがとうございます。